よし、やっていこうか。やっていこうか。レニをなんとか先の鍵山先の手が取り戻し、さあ戦うぞ。気力十分アイリスとレニの気力充実っぷり、これは使わないではいられない。レニ少年を使わずにはいられないな。動画と動画の間がもうほぼ1分ぐらいしかないんです、前回のやつと。だからそう、このレニの声が誰だったのかなっていうのを調べてから言えばと思ったんだけど、調べるのが合流しとるやん、全員合流しとる。今説明書をね取り出しました。テレレレレテレレレレ、倒しがいがあるというものだ。倒してみせ、散った骨のあるところ見せ。君は本当にもう戻れないのか、俺たちの仲間に。仲間、夜と触るとその言葉。まあ一位あるかもしれない。あるかもしれない。あの方さえいてくださればそれで十分よ。俺どちらかというと鍵山咲サイドだな。愛なんて弱い心よ。でも愛は大事だ。スイコ、あなたたちと過ごした時間本当になかなか愉快だ。そうか、そう思ってくれるなら。私の米田を打ったと申し、あの一理ある。ああダメだ、あの戦いはどんな手段を使っても取説、攻略と取説の中に、説明書の中に入っているものの中に誰が声優してるか分かるものはなかった。わざわざ相手の振ってを高めるなんて。あれ、オリカさんは楓か。あれ変えて、じゃあレイの声優の人誰だ。これ今あれを見てます。あ、分かんないわ、分かんないわ。あの説明書の一番最後のところにあの歌があって、歌誰が歌ってるのか分かるようになってるんだけど、見ても分かんなかった。さあ戦闘シーンはね、ここまでうだうだやってきましたよ。はい、気をつけて。はい、気をつけます。普段でやってきましたけど、戦闘シーンをぶっ飛ばしていきます。また例によってかばうコマンドをレニにしよう。レニ、かばわれてくれ。レニ、たまには守られたっていいだろう。そして作戦を、隊長命令、風、大気こと風のごとし。このゲームにおいて敵を逐次倒すのに何の意味もない。一気火星に攻め立てろ。だろ、隊長、スイコの位置が分かるよ。スイコは右上の方向に、そこに本体があるはず。え、そうなの、そういう敵なの。よし、行くぞ。おお、かっこいい。これが気合が入ってる時のエフェクト。右上だからこの辺かな、この辺りだね、多分これじゃない。早きこと風のことし。かなこれ、貫通はしないもんな。ちょっと悩ましいところですね。うえ、偽物はそう。隊長、次の指示を。
今のが本物か。かっこいいね。最近 YouTube でジークンドー、総合格闘家がジークンドーを教えてもらうみたいな動画があって、あれおすすめ別の動画をおすすめしていく、人の動画をおすすめしていく。ジークンドーはね、もしも自分が背が低くて細身でなおかつ武芸をに長けてたら、武芸っていうかそのなんか格闘技にこうなんか思いがあるんだったらやってみたいものであった。ジークンドーはブルースリーのね、波紋十鬼、ブルースリーの格闘技なんですけどね。ジークンドーはね、もしも自分にあれがあるならやってみたかったな。人生がもう一個あるならジークンドーをやってみたい。ジークンドーかっこいいんすよ。ワンインチパンチの本当に威力があるのよ。なんか動画で教えてもらってた、あれやってみたいよ本当に。運命を司る刻意の死神、いいかばやったーピーカティアターバ。素晴らしい。多分立ちどころに敵をなぎ払ってくれるでしょう。いやこれよ、これがスミレよ、これがスミレよ。まあ他三体クソザコなんだけど。そういうとこやぞ、ジャンパイとか使ってるから舐められるんだ。そしてなぜジャンパイにした、言いたかねえけど鍵山崎すげえ弱くないか。言いたかないけどさ、本当に本当にやる気あんのかこいつは。何体かに分身したんだったらさ、もっとバチバチさ分身たちを攻め込ませてさ、自分一番後ろに潜んでればいいのに、最前線に来ている。ちょっとドジなのかもしれないこの人は。やっちまいたいのは山々だが、行かしてもらおう。作戦、風林火山の火だ。攻めること、侵略すること、火のごとし合体攻撃。どんなんだったかな、レニの合体技覚えてないな。信じることもできるもの、己の経験則のもとで瞬時に判断能力、己の力、己の技、そして体調。ガッサデーモン、ガッザデーモン。隊長戦ってるその時そんなうるさいんすかね、大神隊長。照準なんだとか言いながらさ、周りにそんな実況しながら戦ってる実況者隊長。まあでもそうか、なんか FPS のゲームとかさ、ゲームのなんか配信とかさ、結構喋りながらやるよね。そういうことよね、戦場でも。呆れ。どうした。呆れ。やはりお前では力不足。力不足ですわ。あと一息で勝てるわ。
どこら辺が、あと一息なんでしょうか。本当だよ。ああ、かわいそうに。かわいそうに。我々とこよ、一緒に。機械ゴミ押収らしい。最後の止め具。弱すぎですって。そんなはずはない。あの方に限って。往生際が悪いぞ、往生際が。早く AV 落ちしよう、もう。負けるはずないもん。もう。往生際が悪いぞ。隊長、さっきは身をもって助けてくれて、あの、ん？なんだい？レニー、ごめん、僕のせいで、あの、この機械の水子っていう方が、あの、命のやり取りをしてるんですけど、すごく痛かった、そこはいいけど、まあ、そこまで、あの、もうこのほのぼのしてる裏でさ、用済みなんてって言ってるのを、そのホームドラマを横でやってるのは完全に煽りだよな。もう血管ぶち切れるよ、こんな横でこんなんやとか。でそのなんだい、ありがとう。え、今なんか言ったのかい、こいつら、こいつら、スイコさんが本当に今大変なことになってるのに、こいつら、ちょっと前仲間だったのに。あ、まだ頑張る、まだ頑張る。左下の方向にいる。左下。レニーから見て左下だとしたら、いや、まずいな、ちょっと今。今ちょっとまずいですね。レニーから見て左下ならこいつだよね。ててててて。レニーから見て左下ならこいつだが、しかし、いや、どうした。しかし、どうだろうな。当ててみよう。はいはい。ちょっと、いや。スイコさん、あなた本当に口ほどにもなかったっすよ。ちょっと助けてあげようや、あまりにポンコツすぎて、ちょっと助けてあげようや。この私が。あなたたちごときに許してやるから許してやるから、ほら早く逃げなさいよ。死ぬものなどないと言っていた私が心のどこかであの方を信じていたなんて言いそうだった。でも悔いはないわ。そう、私は最後まで何のために、一人で戦う、何のためにそんなことするの。花組に一緒に和気あいあいとしてればいいんじゃないの。死ぬことができる。あの方は全然その助けてくれてないのにさ、あの方とかいう人に、どうやらかわいそうに。さよならのようね。助けてやろうや、大神隊長。仲間を思いやる大神隊長だったら助けてやろう。遅刻この程度ではないわよ。ほんまよ、あなた本当に多分最弱だから、最弱だから、ちょっと自爆、助けてやりたかった。大神さん、あの人は自分の信念で戦っていました。欲望じゃないですか。誰にも止められなかったでしょう。人の心を持たない戦士ってのは哀れなもんだね。言うほど人の心を持ってなかったか。割と心だけで戦ってたぞ。この奴を使い捨てにした国機械だ。国機械ね、まあね、そうだな。国機械を倒して一刻も早くこんな戦いをやめ終わらせるべきだ。そや、それでこそうちらの隊長班や。せやせや。隊長、レニ、隊長、僕は戦うよ、自分自身のために。
そして何よりみんなのために。みんなのために。せやな、レニー。声優すごいよね、このワイワイの前のこのためみたいなところもさ、やるんだよね。へいってところもさ、さあレニーの台本だけだったらさ、いやどうなんだろう、そこまで指示があんのかな。そういう意味じゃアイリスだけ、あのアイスだけ指示が難しくね。勝利のポーズ、なレニーが女になっとるし、大神隊長のそのサムズアップよ。ウキウキで、ウキウキで。さっきを失ったっていう悲しみはどこに消えたの？ちょっと前まで仲間だったのにさ、戻ることはできないのかとかって言ってたのにさ、なんか薄情すぎない？そんなことを考えてしまいませんか？てててなな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 、私の恋はたなななななななだ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 だな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 だらららら、なららら、だらららら、あ、織姫。影の薄い、影の薄い織姫。トロ。スペイン語ってさ、めっちゃ舌巻くよね。下めっちゃ巻くよね、スペイン語で。パラッて。チョコレートみたいなさ。チョコレート。ということで、今回はここまでにしましょう。桜の季節なんでね、なんとか桜の散る前に桜大戦2を終わらせたいと思ってます。じゃあ次回、織姫パートでお会いしましょう。ほなまた。